通胡錦涛が退場するんだったら全員立ち上がって拍手しなきゃいけない。胡錦涛が見ようとしたのは最終日で決める人事案だった、うん、父親の代からの、まあ、恨み骨髄毛沢民派の利権を潰しに行った。であと残るは強制だったんです。習近平の実権が完了したと。こんにちは、カズです。ゆきです。越境 3.0。 はい、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんおなじみの及川幸久さんです。今日はですね、はい、中国共産党大会が終わって、うん、いろいろとなんかこのしこりが残っている感じしません？うん、そうですね。いろんななんか出来事がありましたよね、うんうん、なんかショッキングなあのシーンがあの 全世界に流れてましたね。流れましたね。胡錦涛元国家主席がなんか腕をつかまれて退場させられたりとか、うんうん、まあ、そのあたりのニュースなんかはあちこちで報じられてますけど、はい、ちょっとそのあたりの真相をね、なんかユキさんから聞いたお話、うん、結構なんかすごい奥深いなと思ったんで、うん、ちょっとそれを皆さんに共有したいなと思うので、はい、目の前で起きたことっていうことは、うん、1週間ぐらいあった中国共産党大会の最終日、最終日、10月の23日日曜日、うん、最終日に、最終日は何をやる日かっていうと、中国共産党の新しい幹部の人事を決める日なんですよね。これ人事っていうのがもうあの中国共産党にとっては一番大事なとこで、うん、その人事案っていうのが作られていて、あとは幹部の中で投票して決めるわけですよね、うん、その前までのところを基本的にマスコミには公開しないで非公開でやられたわけです、うん、途中でマスコミ公開の部分があって、うん、マスコミ公開しますよってことで世界中のマスコミが、議事堂に入ってきたわけですよ、うん、その前までは入れないわけですよね。だから何起きてるか分からなかった、うん、でも入ってきた瞬間に、おお何が起きてるんだって言ったら、前のステージにの一番の中央の席で習近平の隣に座ってた胡錦涛さん、うん、胡錦涛さんがなんかこうゴソ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 動いてて、うん、隣にいた、リツ・センショっていう、まあ、ナンバー3だった人が、うん、胡錦涛前主席国家主席にあちょっと待ってくださいとかって言って、うん、なんかそのファイルをなんか見せないようにしてるっていうね、うん、そういう書類を奪ってましたよね。そう、うん、そういうのが起きていて、すぐ世界のマスコミはそれを撮ったんですよ、うん、なんかね、その映像を撮れたのは限られてたんですよね。途中からみんな気がつき始めて、うん、途中から撮ってるのが多かったんですけど、最初から撮ってるメディアが何社かあって、うん、それがまずこう世の中に出てったんですけど、何が起きてるんだっていうような感じのね、ざわざわっとした感じですけど、そうしたらさっきカズさんが言われた胡錦涛さんが手をつかまれて、うん、退場させられていくというね、うん、でこれ異例中の異例だそうですね。異例中ですね。特に前国家主席だし、ね、それとやっぱり中国っていうのは年上の方、長老っていうのをに敬うっていうところがあるので、うん、あとメンツが大事ですよね。世界中の人たちが見てる前でしょ、うん、普通胡錦涛が退場するんだったら全員立ち上がって拍手しなきゃいけない、うん、全国家主席ですからね。 それが拍手どころか手掴まれて、うん、逮捕されるみたいになってそんな感じでしたよね、これがまあいろんな、まあ、憶測が出たんですけど、うん、はっきりしてるのは胡錦涛が見ようとしてたのは、うん、最終日で決める人事案だった、うん、その人事案の中に胡錦涛がトップである共青団、うん、共産主義青年団の人たちが一人も入っていなかったと。それは中国共産党の中の派閥ですよね。そうです。その派閥っていうのがなんか3つあって、うん、その3つがなんか安定的に機能していたっていう話でしたよね。まあ、上海を中心とした江沢民の江沢民派、江沢民派、それからまあこの10年実権を取ってきた習近平派、そしてこの共青団、この3つがバランスを取ってうまく機能していたのが中国共産党と。それがまあ習近平からしてみるとね、本当はいろいろやりたいことがあるんだけど、しかしこの、まあ、巨大な組織なので、うん、江沢民派にも妥協しなきゃいけないし、うん、共青団っていううるさい奴らもいると、うん、でこれと10年間付き合ってきたわけですよ。自民党みたいなもんですよね。そんな感じですね。派閥がいくつかあって、うんうん、そこであの習近平ですらバランスを取らざるを得なかった、うん、しかしこの3期目になっていよいよ本音を出してきたということで、あのすでに弱体化させることに成功したのはこの江沢民派。江沢民派は、まあ、ほぼ潰してきた。で、うん、問題は共青団だったんですね、うん、でこの共青団っていうののトップがこの胡錦涛、うん、で胡錦涛はもうあの長老になってるんですけど、うん、胡錦涛の後を継いでるのが李克強。あ、李克強来年の3月まで首相なんですけど、うん、もう辞めることがはっきりしてるこの李克強、うん、で李克強の下にさらに何人か優秀な人がいるわけですよ。あの共青団っていうのはもともと中国の一流大学の中から、うん、
優秀な学生を若いうちに、まあ、抜擢して、うん、で共産党の幹部にしていくっていう、もともと優秀な人が集まってるんですよね、うんうんうん、習近平はその逆なので、うんうん、まあ、ある意味で、まあ、清華大学っていう優秀な大学は出てるんだけど形だけで、うん、まあ、雑草のような たたき上げなので、うんうん、で全く違うんですよね。この共生団を今回の人事からもうことごとく排除してるんですよ。うん、でその人事案を決める直前にこの事件が起きたわけですね。それを胡錦涛が見てその人事案を、うんうん、で自分の仲間の共生団は一人もいないということで、うん、そういう問題に発展した、うん、これがね見たのか見る直前だったのか、それはね見せないようにしてたのか、見せないようにしてたのか、見せないで見せないようにして、うん、でもどっちにしても時間の問題でそれが明らかになるわけじゃないですか、うん、でその前にそもそも胡錦涛をどっかで退場させる予定だったんじゃないかとも言われてます、うん、まあ、この辺は分からないですけどね。まあ、この新しい政権に行くと胡錦涛グループがね、自分のグループが一人もいないっていうことになると、うん、胡錦涛はショックを受けますからね、うんうん、というのがまあ起きてたわけなんですが、うん、ただこのもうちょっと歴史を長く遡ると、うん、習近平っていう人がこの3期目でさっき今触れたように江沢民派だとかね、うん、他の派閥にある程度妥協しながら、うん、今までやってきたのを完全に中国共産党支配する、うん、それを目指してきた理由があるんですね、うん、それがお父さんだったという、習近平のお父さん、お父さん、うん、習仲勲という人ですね。習仲勲、はい、うん、習仲勲っていうのは毛沢東の部下の幹部の一人だった人なんですよね、うん、毛沢東から20歳ぐらい年下なんですけど、うん、習仲勲っていう人は、まあ、その後中国が改革開放路線っていう経済を資本主義経済を取り入れて、で中国経済が発展するわけなんですけど、うん、それは鄧小平ですね。鄧小平と言われてますよね、言われてるんですが、実はその鄧小平の前にこのアイデアを考えたのが習仲勲と言われてるんですね、うん、あら、習近平のお父さんが改革開放路線を進めようという方だった。特に深圳というところに経済特区を作って、うん、まずはそこから始めようと。いや、あれ大成功ですもんね、中国からしていれば。今大変なことになってますよね、深圳が。すごいもう大都会になっちゃって。このアイデアを最初に言ったのが実は習仲勲、習近平のお父さんだったと。でもその手柄を後で取ったのが鄧小平。鄧小平は、まあ、毛沢東の、まあ、後継者を狙ってたんですけど、うん、毛沢東が嫌われてたんですよね。毛沢東が自分の後継は習仲勲であるというふうに言ってたと言われていて、うんうん、でそれに嫉妬してたというふうに言われてます、鄧小平が。鄧小平がね。なるほど。 でも実際には毛沢東が亡くなって、うん、で後に鄧小平が実権を握った、うん、実際にはだって習仲勲は、ね、うん、国家主席の名前にはなってないですから。なってないんですよ。それは実権を握った鄧小平が、うん、習仲勲を失脚させてるわけです、はあ、排除した、排除した、うん、でその間ずっと地方に追いやられるんですけど、うんうん、それをずっと見てたのは習近平、息子の習近平が、うん、お父さんが頑張ったのにお父さんは、うん、排除させられたと、うん、まあ、これでも中国共産党の中ではこんなのばっかりなんで、うん、常に起きる話であるんだけど、うん、父親の代からの、まあ、恨み骨髄、うん、この恨みを晴らすっていう意味で、うん、どうしても3期目、いやそれもっと以上やって、うん、完璧な実権を握りたいというのが、うん、まあ、まあ、握ることによってですね、自分が本当の意味で毛沢東の後継者になる。それでもある意味話のつりつまがってきますね、うん、そのさっき言った中国共産党っていうのは、うん、習近平派、江沢民派、うん、でそしてもう一つ共生団があって、うん、で習近平というのは、うん、江沢民派を排除してきましたよね、うんうん、江沢民派って鄧小平の路線ですよね。そうです。要は鄧小平に対して恨みを持っている習近平が、うんうんうん、鄧小平の路線を引き継いで江沢民派を共産党から排除していくっていうのは、うん、なんかいかにも辻褄が合うかという、合ってるんですね、合ってきますよね。外から見ると、うん、江沢民派が中国の経済を改革開放路線で、うん、作った感じですよね、まあ、成功させてきたわけでしょ、うん、でそれをこの数年習近平は潰してきたわけですよね。潰してきましたね。特に不動産業界を、ね、規制を厳しくしてどんどん潰していった、うん、
なんか3つのレッドラインっていうのがね、規制が厳しくなって、まあ、恒大集団問題とかでもすごい大騒ぎになりましたですね。でなんで自らね、うん、自らの経済の食い縁を潰していくんだと、うん、おかしいじゃないかっていうふうに見られてたわけですけど、うん、これは中国経済を潰しているよりも江沢民派を潰したかったわけですね、うん、江沢民派の利権を潰しに行った、うんうん、であと残るは共青団だったわけです。で今回 あの党大会で共青団を完全排除したことによって、うん、習近平の実権が完了したと。一党独裁というよりももう一人独裁体制ができちゃったような。そうですね。そうですね。実はねこの集中君の話を、うん、私 あの YouTube チャンネルにゲストで出ていただいた、うん、日本安全対策推進機構の代表で、うん、石浜さんって方がいらっしゃるんですよ、うん、あの YouTube チャンネルでも見ました。見ててきました、うん、ちょっと面白いんでぜひ皆さんもね、及川さんのチャンネルの石浜さんと及川さんの対談をね、でこの方もあの YouTube チャンネル持っていて、うん、日防チャンネルっていうね、うん、日本を守るで日防チャンネルっていうのを発信されてるんですけど、この石浜さんがお父さんの代からのところに注目されて、うん、それを発信されてたんですよ。で私はこの、あの石浜さんからね、うん、この辺の話をこう詳しくお聞きして、私のチャンネルでも、まあ、出ていただいてこういうことなんですってところを、ね、2人で話しちゃったことがあるんですよね。なんかそれ面白いですね。あの毛沢東とか鄧小平とかは、うん、まあ、歴史でも習うし、うん、YouTube でもよく出てくるんですけど、うん、この習仲勲という人物、うんうん、これに関してはなんかすごいこの奥深いストーリーがあって、 そうですね、その歴史的背景から実は習近平がこんなことを考えているっていうのは、うん、ものすごいこのストーンと腑に落ちる、うんうん、話であるし、面白いストーリーですね、これね。うん、ですね。集中君って人が、まあ、奥さん、最初の奥さんがいて、うん、亡くなったのかな、うん、で次の奥さんの子供が習近平なんですよね。かなりね、集中君の晩年に生まれてる子供なんですよ。だから結構あの年は離れてるんだけど、しかし中国共産党の中で同じ立場に立ってね、まあ、本来だったらお父さんが毛沢東の後の後継者のはずだったの、それが実現できなかったので、うん、自分が実現するっていうのが多分なんかある意味復讐劇というか、お父さんの仇を取るみたいな感じですよね。ね、だからちょっとね、まあ立ちが悪いっていうか、うん、あの普通の経済原則とか、うん、そういうので測れないんですよ。多分感情的なものとかが結構やっぱ入ってきちゃうんじゃないですかね。ですね。普通で考えたらやっぱりね、共青団の優秀な人を自分の部下に残さないと、うん、このね難しい中国の特に経済の局面をやっていけないはずなんですよね、うん、だけど そんなことよりも権力を第一っていうふうに、ん、これがね、これがあの吉と出るか凶と出るかは、いやそうですね、うん、ちょっと中国がね恐ろしい方向に向かってしまう可能性というのも十分考えられるんで、うんうん、で台湾です。で台湾問題ですよね、うん、台湾政策に、武力侵攻を反対してたのが共青団なんですよ。じゃあそのもうストッパーが外れちゃったようなもんであって、うん、もう習近平はやる気まんま、これはもうやるっていうメッセージとしか言えないですね。そうですね、うん、ちょっとね、中国の、まあ、共産党の動きもそうですし、うん、まあ、台湾情勢も非常に注目ですんで、うん、まあ、今後とも情報ウォッチしていきたいと思いますから、はい、またあのゆきさんのチャンネルの方でもね、そのあたりの情報を詳しく流してますんで、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします、はい。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。